ボーグエン・ザップは、ベトナムの軍人、政治家。ベトナム共産党政治局員。ベトナム人民軍総司令官。最終階級は大将であった。優れた、軍事戦術家であったザップは、機動性を重視した戦略を好み、その動きは、進出規模と呼ばれた。フランスの植民地支配の際、ディエン・ビエンフの戦いによって、フランス領インドシナからベトナムを解放し、 ベトナム戦争では、ベトナム人民軍の指導者として、アメリカ軍及び南ベトナム軍との戦いを指揮し、ベトナムを再統一する大きな原動力となった。その名裁敗から、西側諸国からは赤いナポレオンと呼ばれ、ベトナム人民からは、ベトナム旧国の英雄として、ホーチミンと共に深い敬愛と尊敬を集めた。ザップとホーチミン1911年。 フランス領インドシナのクアンビーン省、レトゥイケンに生まれる。父のボークアングエンと母のグエンチーキンは地主であり、何、不自由ない幼少期を過ごした。父は、単行職員として働く傍ら独立運動家でもあり、ザップが生まれる前にも二度独立運動に参加していた。しかし1919 19年、植民地政府の転覆計画に関わったとして、逮捕され、その数ヶ月後に酷使した。 また、同時期に、ザップの姉も逮捕され、間もなく釈放されたものの数週間後に病死した。兄から自宅で教育を受けた後、1924年、当時の首都フの国学に入校した。この時、フで、川辺の爺さんと呼ばれていた、ファンボイチャウとも会っており、チャウの講義を聞いている。なお、後に、南ベトナムの大統領となるゴディンディエム、ホーチミンも、 同学校の出身である。しかし1926年、学生組織を組織したことで、退学処分となり、帰郷この頃、地下組織であった新ベトナム革命党に入党し、そこで、共産主義思想に触れた。笛に戻ったザップは、学生運動に身を投じるも逮捕。懲役2年の判決を受けラオバを刑務所に、収監される。13ヶ月後、 証拠不十分で釈放されたザップはインドシナ共産党に加入。反政府デモに参加したことで2年間刑務所に服役する。出所後の1933年、インドシナ大学に入学。法学と政治、経済を学んだ。在学中、下宿先であった大学教授の娘グエンチーミンジャンと出会う。共に独立運動に参加していた二人は相思相愛となり、 1938年5月に結婚。翌年、数目本案を設ける。在学中のザップは、学生運動に熱中する、あまり学業をおろそかにしてしまい、行政方針判官の試験に落第してしまった。法律家としての将来を閉ざされたザップは、ハノイ市内にある単独ンン学校の歴史教師として、教鞭を振るかたわら、ヒュンチュククアンの人民の声を、 はじめ多くの革新系新聞に、ベトナムの社会、経済情勢、国際問題に関する多数の記事を寄稿した。また、自らも、地下新聞、ホントレタップ、モイやフランス語新聞、レトラバーイを発行。同じく共産党員であったチュウンチンと、農民問題を強調した。また、同時期、ザップが興味を持つようになったのが軍事学、哲学であった。 彼は孫子を尊敬し、ナポレオン・ボナパルトのリーダーシップについて研究し、トーマス・エドワード・ロレンスの知恵の七柱に感銘を受けた。これは後年、彼の指揮官としての能力を発揮させる大きなきっかけとなった。1939年にフランス植民地政府によりインドシナ共産党が禁止され、ザップは中華民国内の中国共産党支配地域に亡命した。 ザップの妻といとこはフランス当局により逮捕され獄死した。1940年にザップはホーチミンと出会い、間もなく彼の側近の一人となった。1942年11月、カオバンの第一回ベトミン全勝代表大会が開催され、他の地区への運動拡大方針が決定されると、ザップはレティエトフンと共に南進の責任者となった。 第二次世界大戦下の1944年に、ベトナム解放軍の前身である武装宣伝旅団を組織し、1945年の8月革命時の権力奪取の際、重要な役割を果たした。1945年4月15日から20日の北気軍事会議において、核武装勢力を ベトナム解放軍に統合すること、全国に7つの戦挙を設置することが決定され、北気軍事委員会が設置されると、同委員に任命された。さらに5月15日、ベトナム解放軍が正式発足すると、最初の司令部をザップ、チャンダンイン、チューバンタンの3人で構成した。同年8月、インドシナ共産党中央常務委員会委員に選出。同年9月、 ベトナムの独立宣言とともに、臨時政府の内務大臣に任命された。1946年1月1日、ベトミント田党派による臨時連合政府が成立すると内務大臣に留任。1946年3月2日、第1期国会第1回会議において、公選連合政府の公選委員会主席に選出。11月3日、 ホーチミン内閣の国防大臣に任命された。第一次インドシナ戦争の頃のザップフランスとの戦闘が本格化する1946年11月30日、ザップはベトナム軍総指揮下に任命され、同年12月からの第一次インドシナ戦争においてゲリラ戦を指揮した。1948年1月20日の政府主席令1 1号に基づき、 同年5月28日、ベトナム軍発の大将に任命。1947年から一時、国防大臣職を卓案、ブー次官と交代したが、1948年7月に、再び国防大臣に任命された。1949年3月、司令部組織の解消に伴い、ベトナム軍総司令官となる。1951年2月、 ベトナム労働党第二回党大会において党組織が再建されると党中央委員及び政治局員に選出され党内序列第5位となった。1954年3月から5月まで56日間戦争のディエン・ビエンフーの戦いにおいてフランス軍の裏をかく人海戦術で名裁判を何度となく行いその結果フランス軍を徹底的に打ち破った。 1955年9月、ファムバンドン内閣の副首相に任命され、国防大臣を兼務。1956年10月、当初期局初期を兼務。1960年9月の第3回党大会において、党政治局員に再選出されるが当初期は退任し、党内序列第6位となる。1960年から1963年1月、 国家科学委員会主任も兼務した。しかしながら、中祖対立時代が始まり、ベトナムにおいても1963年12月の第3期党中央委員会第9回総会において、現代修正主義が批判されると、ソ連との結びつきが強いザップの立場は弱まった。法治民が直接にザップを擁護したため、問題の表面化は阻止されたと言われるが、 新素派幹部の多くが失脚した。ベトナム戦争が始まった時、ザップは引き続き、ベトナム人民軍総司令官として、北ベトナム軍を指揮し、南ベトナム軍とアメリカ軍と対峙して、ベトナムを再統一する、大きな原動力となった。防具ンザップ1976年の南北、ベトナム統一後も、副首相権国防大臣に留任。同年12月の、 ベトナム共産党第四回党大会において政治局員に再選出された。しかし大会後はバンティエンズン将軍が実質的に国防大臣の役を務めるようになった。戦争終結後、隣国カンボジアのポルポト政権との関係が険悪化する中、1977年9月24日にカンボジア軍が南部隊認証に越境攻撃を仕掛け、 1000人近くの死傷者を出す事件が起きた。これを受けて9月30日、ホーチミン市で政治局緊急集会が開かれ、中国による朝廷の申し出を受け入れると同時に、ザップには和解が失敗した場合の報復処置の計画を練るよう指示が与えられた。12月中旬、5万のベトナム軍がカンボジア国境を越え、1週間で20キロ進行した。 ザップは当初からごく短期間の進行に止める予定でいたが、カンボジア側が紛争を公にしたことで、予定を繰り上げて1月6日に引き上げを完了させた。ザップは1978年12月のカンボジアへの全面進行には反対したと言われる。しかし、同年1月には、レチョンタン副総参謀長と共に、カンボジアに隣接する第7軍管区を訪問し、 チャンバンチャカンク司令官と軍事状況を討議している。さらに1月29日にはラオスにおいてソ連のパブロフスキー陸軍総司令官とカンボジア問題を討議し軍事進行の準備を整えた。1979年の中コス戦争では中華人民共和国との戦闘を1ヶ月で撃退させた。1980年2月7日、 大幅な内閣改造が実施されると、国防大臣を解任され、副首相の選任となった。1982年3月、第5回党大会において、ベトナム共産党政治局から除籍され、平野中央委員に降格されたが、科学技術発展問題担当副首相のポストは維持した。1991年6月、第7回党大会で、 ベトナム共産党中央委員会からも除籍され、同年8月に副首相職も解任され、すべてのポストから外された。政界引退後も、ベトナム共産党及び人民委員会や国会議員の汚職など、ベトナム政府の腐敗に対して、積極的にベトナム共産党に対する批判を公開書簡で続け、真の愛国者、ザップの兄貴と呼ばれるなど、 特にベトナムの若者の間で高い人気を誇った。2011年8月25日に万百歳の誕生日を迎え、ベトナム国内では記念行事が行われた。足の自由が利かず、ハノイ市の,の108軍病院で寝たきりの生活を送っているが、全体的な健康状態は悪くないと報じられていた。ザップの死を痛むベトナム人民2013年10月4日。 ベトナム政府広報は、ザップが同日に、ハノイ市内の108軍病院207号室で死去したと発表した。ベトナム人民軍関係者の強い後押しもあり、通常は国家主席、首相、国会議長、そしてベトナム共産党書記長、経験者のみが対象となる、国葬が営まれることとなった。現地時間10月11日正午から13日正午にかけて、 ハノイ市で行われた国葬には、ベトナム政府首脳から一般市民まで幅広い弔問客が多く訪れた。遺体は、ベトナム航空の飛行機で空輸し、故郷であるクアンビン省、クアンチャック・ケントゥソン集落に埋葬式が取り行われ、その後埋葬された。ありがとうございます。